そしてカーナンバー36番今アタックに入りました。ランキングトップの坪井翔、オートポリスの悔しさをポールを取って仕返しできるか。さあ3号車と36号車のガチの予選のアタックが始まりました。前を走るのはカーナンバー3、そして後ろはカーナンバー36という位置関係。カーナンバー3番の千代勝正、アタックタイムは今23秒9、セクターは23秒9。1分24秒の2コンマ3秒3号車が速い。セクター1は現在のところカーナンバー3番が全体ベストできている。さあしかしセクター2は千代ちょっと最速は取れないか、千代最速はちょっと取れないか。そして今1分35秒931松下信春が今トップタイム1分35秒931 35秒台で入ってきたまま松下信春です。先にアタックを終えてカーナンバー3、カーナンバー17、1分35秒931で松下がアタックを終えている。さあそこに向けては今セクター2セクター3で勝っている。千代勝正はセクター2セクター3で勝っている。さあどうだ、今ここでホールポジションが取れる力があるのか。カーナンバー3番どうだ、トップだ。2手落下、2手落下でセクターが出された。千代勝正がトップタイム1分35秒539。さあトップを手に入れた坪井はどうか。ここまで自己ベスト最後のセクター4、3番手だ。ホールは取れません。そして23号車の今ロニー・クインタレリが戻ってきた。ロニー・クインタレリのタイムはどうだ、4番手だ。36の前に入ることはできないカーナンバー23、さらにカーナンバー14番大島和也が今コントローラインを通過をする。チェッカーを受ける。大島は6番手、あとはカーナンバー64番が今伊沢が2回目のアタック通過をしましたが、最後木村伊織が帰ってくるとこれで決着か。カーナンバー100番のスタンレーが戻ってくる。今カーナンバー100番の木村伊織はタイムを上げた、5番手に入ってくる。そしてリアライズの佐々木大輝はどうだ、佐々木大輝は4番手に入ってくる。そしてカーナンバー17番のアステモは最後の1周はトップに上げられないということで、どうやら決まりだ。ランキング2番手のニテラが、ランキング2番手のニテラがトップを1ポイント差に、1ポイント差縮める。ポールポジションを手に入れまして逆転チャンピオンへ向けては一歩前進。カーナンバー3ニテラモチュール Z、 ミシュランのタイヤとともに最終戦格闘技を宣言しているミシュランのタイヤ GT500、 ポールポジションをプレゼントしました千代。1分35秒の539、レコードタイムにはコンマ4、3、コンマ3ぐらいちょっと足りませんでしたが、それでもこのローンと気温の中では素晴らしいアタックと言っていいと思います。2番手になんとコンマ4秒も差をつけています。 GT500 トップの気温を2人続けているか。 Thank you.